山本周五郎作晩秋。旦那様がお呼びだからお居間へ伺うように、そう言われた時、鶴はすぐこれは波の御用ではないなと思った。この中村家に引き取られて2年余りになるが、直に主に呼ばれるようなことはかつてなかったからである。今へ行くと宗兵衛は手紙を書いていて、しばらく待てと言った。鶴は橋鹿に座って待った。風邪をひいているのだろう。老人はしきりに筆を置いては水花を噛んだ。片付きがどことなく気負って見えるし、瓶のあたりのほつれ毛が手の動くにつれてかすかに震える様も、なんとなく心高ぶっているように思えた。やがて書き終わった手紙をくるくると巻いて封をし、こちらへ向き直った宗兵衛は、化粧院の劇殿の屋敷を知っているかと尋ねた。はい、存じております。今からこの手紙を持って行ってもらうのだが、多分しばらく向こうに留まることになるだろうと思う。かさばるものは後から届けるとして、差し当たり必要な品はまとめて行くがよい。そういたしますと私。江戸から去る人がお預けになってくる。その人の身の回りの世話をしてもらうのだ。宗兵衛はじっと鶴の目を求めた。その人物は、ご政治向きに私局があったというお疑いで、今、お調べが始まっているため、極秘で国元へ送られてくる。無論、激怒のへ預けられることも、関係者の他には知らされていない。それで特に、そなたに世話を頼むのだが、こう申せば、利発なそなたには察しがつくかもしれぬ。去る人とは、万象寺様のご用人だった、新道和江殿だ。鶴はその時、膝の上に重ねていた手を、ぎゅっと拳に握りしめた。心で何か思うより先に、肉体が反応を示したのである。鶴は懸命に自分を抑えながら宗兵衛の顔を見上げた。そなたを世話人に選んだ意味は改めて言うまでもあるまい。ただし、和江殿は今お上のご不信のかかっている体だ。そこをよく考えて、軽はずみなことをせぬように。鶴は手紙を受け取って座を立った。身の回りのものをまとめた荷を下辺に追わせて、化粧院というところにある水野劇の別所へ着いたのは、その日の暮れ方だった。そこは岡崎城下の外堀をさらに北へ抜け出た郊外にあり、なだらかな丘や雑木林が広々と続き、すすきの生い茂った草原の間に、ささやかな野川の流れなどのある、ひなびた、寒弱な地であった。屋敷は、板塀を巡らせてあるが、庭境の一部は、野茨を這いからませた竹垣で、そこからすぐに、打ち渡した草原となり、その先は、遠く、段丘と森とが起伏して、六所山のふもとへと登る大きい展望が開けていた。屋敷は老身の別所としては質素なもので、三十坪余りの母屋と、小さな下僕部屋と、馬屋の三つの建物からなっていた。庭も格別作ったところはなかった。元からあったくぬぎ林を、そのまま取り入れたあたりと、わずかに野川の水を引いて流れを作ってあるのとが、
庭造りらしい跡を見せているが、長いこと主も来ず、捨てておかれたので、林の周りは雑草や灌木が茂り、流れの水は枯れて、白く干上がった底石の間間に、実をつけた夏草がたくましく根を張っていった。鶴がついた時は、ちょうど屋敷の掃除が終わったところらしく、庭の横手で人会を焼く男たちの半裸の姿が、黄昏の光の中に赤々と浮き上がって見えた。脇玄関に行って案内を請うと、50歳余りの老女が出てきた。そして黙ってうなずいて奥へ導いて行き、ここでしばらくお待ちになって、と言って、どこかへ去った。畳8畳ほどのガランとした、蒸れたような、ほのかにカビ臭い匂いのする部屋だった。北側に小窓があり、片方は壁、片方は襖になっていた。襖には、何か墨絵で花鳥が書いてあるらしいが、古びている上に擦れたりくすぶったりして、絵柄はよくわからなかった。くすぶっているのは炉で火を焚いたからであろう。座っている膝からすぐ右側に、頬三尺ばかりの木蓋をした切り炉がある。厚みのある、重そうな、よく吹き込んだその木蓋を見ながら、鶴はふと、この部屋が、自分のお寄付しするところになるのではないかと思った。ややしばらくして、中年の背丈の高い武士が入ってきた。無理に引き結んでいるような口つきに特徴のある、頬骨の尖った冷たい感じのする顔つきだった。そなたが鶴というのだな。彼は宗兵衛からの手紙を読み終えると、こちらをじっと見守りながら言った。そなたの身の上は、かねて宗兵衛から聞いている。今度のことについては、自分からは何も申すことはないが、ただ、これだけは注意しておく。今後、この屋敷の中で行われることは、すべて聞いてもならず、見てもならない。いいか、目も耳も口もなくした心でいなければならぬ。それからもう一つ、私の情に駆られて、軽挙をしてはいかん。これだけを固く申し渡しておく。それから、と彼は手紙を巻き収めながら言った。自分は、この家の主、劇だ。他のことは老女から叱るべく教えるであろう。そう言って去ってゆく劇の足音を聞きながら、あれが新しい岡崎の中席と言われる劇様か。そう思って鶴はにわかに汗の湧くような気持ちに襲われた。考えた通り鶴の部屋はその8畳に決まった。中村の家から運ばれてきた自分の道具のほかに、天茶のためのどぶろや釜やタンスなどが持ち込まれたり、生け花や香の用意までが揃えられて、カビ臭いガランとした部屋がやがて女の今らしい体裁を整えていった。その部屋の次に小さな控えの間があり、その向こうが10畳敷きほどの書院作りの部屋になっている。そこが預けられてくる人の居間だった。北側に明かり窓があり、西に書院窓が作ってあった。南は広縁で、障子を開ければ、居ながらにして庭のくぬぎ林と、そのこの間越しに六所山のあたりまで眺めることができた。ご不審のかかったお預け人でも、ご老身なら、こういう部屋に住むことができる。鶴は、
その部屋を見たとき、ふとそう思った。それに比べて、亡き父上は、なんとご不幸なことだったろう。そして、絞られるように胸の痛むのを覚えた。数日して、屋敷内の用意ができた。すでに、8月も中旬となったある日、朝から降り出した雨が暮れてからも止まず、夜に入ると風さえ加わって、肌寒い、染み入るような音を立てては、しきりに日差しを打つのが聞こえた。その雨の中を、それもかなり更けてから、人目を忍ぶように、新道和恵の乗り物が、この屋敷へ到着した。警護の人々は十四五人いた。乗り物は直に玄関へ担ぎ入れられた。すべてはひっそりと、しかも手端こく行われ、声を立てるものもなく、しわぶき一つ聞こえなかった。鶴は自分の部屋に座って、高ぶってくる心を抑えながらじっと耳を澄ましていたが、わずかに、人の出入りする気配と、はばかるような絹ずれの音を聞いたばかりだった。そしてやがて、二人の人間の足音が、廊下を通って奥の前入った。鶴はそっと座を立ち、手文庫の中から懐剣を取り出した。母の居合の品である。鶴はそれを両手でしかと握りしめた。そして、ささやくように、父上様、と呼びかけた。いよいよ時が参りました。どうぞ、鶴のいたすことを見ていてくださいまし。そして、子孫じのないように力をおつけくださいまし。こう言って、しばらく目を閉じていたが、すぐに懐剣を懐へ差し入れながら立った。奥の間で自分を呼ぶ霊の音がしたからである。しっかりしなくてはいけない。鶴は大きく息をつきながら自分を戒めた。その時の来るまでは決して自分の意志を悟られないようにしなければ。その部屋には、水野劇がいて、敷居際に手をついた鶴を、新道和恵に引き合わせた。この者が、お手回りの御用を務めます。名は、鶴と申します。その言葉を待って、鶴はそっと表を上げた。小柄な、痩せた老人がこちらを見ていた。髪は、ほとんど灰色になっているし、口ばいろをした顔は、シワが多い上にたるんで、頬のあたりには、醜い老年のシミが出ていた。それに、着物も袴も、粗末な、幾度も水をくぐったような品で、全体が、いかにも、みすぼらしく、まるで、貧しい農家の老翁という感じだった。鶴は、心に留めるようにかなり大胆に相手の顔を見たが、和恵は一別をくれてうなずいたきり、黙って劇の方へ振り返った。鶴はそのまま自分の部屋へ下がった。世間には秘められたまま、その部屋での新しいひっそりとした生活が始まった。実際、それはひっそりとした明け暮れだった。鶴の他には、劇の歌詞で、藤巻中太夫という老武士と、炊事や下働きをする下僕夫妻の三人きりである。中太夫は、玄関の取り次ぎが役目であるが、客は限られているし、極めて時たまのことだから、老人はほとんど、玄関脇の一間にこもったきりである。下僕夫妻は、無論奥へは来ず、和恵の身の回りは、
全く鶴一人の手に任されていた。そう言っても、格別忙しいわけではなかった。食事の給仕と寝所の世話ぐらいが決まったもので、後のことは大抵和江が自分でした。時に茶を立てて行ったりすると、こちらで申し付ける以外には気を使うには及ばないからと言われさえした。それで鶴もまたほとんど終日その部屋にこもっているという風だったのである。和江は起きるから寝るまで北向きの窓の下に机を据え、そばにおびただしい書類を置いてせっせと何か書き物をしていた。庭へ出ることもなく、手足を伸ばしていることもなかった。食事を運んで行っても、うんとうなずいたきり、なかなか筆を置かず、忘れたのかと思う頃に、ようやく向き直るようなこともしばしばだった。それが、朝はまだ暗いうちから、夜はいつも午前2時頃に及ぶのである。はじめのうち鶴はそれを知らなかった。それでもう寝た自分であろうと思い、懐剣を握りしめて立とうとすると、書類をくる音と、しわぶきの声が聞こえる。廊下まで出て、障子に灯火の揺れるのを見て、引き返したことも二度や三度ではなかった。一体何をあんなに熱心に書いているのだろう。剣を懐に秘めながら、鶴はいつかそういう好奇心をさえ持ち始めたのであった。新道和江は冷酷な人間として定評があった。簡潔な念心とさえ言われた。岡崎藩主水野忠義の用人として20年近く藩政の実権を握っていたが、常に戦乱、顔面、亡霊などと言われ、ことに最近の10年余りは、領内の寺院に対する圧迫と年貢の重過とで、非常な怨嗟の的となっていた上に、もし彼の非正を指摘して立つようなものがあれば、主君の権威に隠れて、呵責なくその役を負い、罪に落とした。鶴の父、浜野新兵衛も、その犠牲者の一人だった。新兵衛は、元勘定役所に勤めていたが、和江の重税政策を見かねて、しばしば上申書を提出し、その聞かれざるを怒って、城中にこれを刺そうとした。しかし、不幸にも邪魔が入って失敗した。そして、切腹を命ぜられて死んだのである。鶴はその時13歳だった。新兵衛は切腹する前夜、妻に向かって、これが己の子なら、己の意志を継がせるのだが、と言い、和江を打ち漏らして死ぬのは残念だ、と繰り返し10回したという。鶴と母親とは、密かに、老職の中村宗兵衛の家へ引き取られた。母は、1年前に病死したが、その時、鶴に父の遺言をくどいほど言い聞かせ、この品には、母の心がこもっているからと、一振りの懐剣をくれた。その他には何も言わなかったけれど、もう15歳になっていた鶴には、母の気持ちがよくわかった。そして、母の心のこもっているその懐剣で、いつかは父の意志を果たそうと自分に誓ったのであった。相手は、今、お上のご不信のかかっている体だから、軽はずみなことをしてはならぬ。宗兵衛も劇も、そう戒めたが、鶴の気持ちでは、機会さえあれば、
目的を決行するつもりだった。しかし、和江の帰居には全くその隙がないのである。日はずんずん経ってゆくが、未明から夜半過ぎまで休みなしに書き物を続ける日課には変わりがなかった。そしてそのひたむきな精魂を傾注した姿には、単に隙がないばかりでなく、どこかに強く人の心を打つものさえあった。心を打つといえば、着衣の粗末なことも、食事の簡素なことも驚くほどだった。劇の注意で食料には卵とか魚鳥の肉を添えるようにしていたが、和江は決してそういうものに箸をつけなかった。ある時、お味加減が悪うございましょうか、と尋ねてみた。すると和江は、いや、食べつけぬものだから、と答えるだけだった。また、はじめは飯も白いのを出していたが、麦を入れるようにと言われて麦飯にした。それも、もう少し麦を多くという注文が幾度もあって、ついには貧しい百姓でも食うような黒いものになってしまった。何回となく洗っては仕立て直したと見える着物の袖口のあたりがほころびていたり、ふと娘心から縫って差し上げようと思うのだが、和江は不器用な手つきで、しかしかなり巧みに自ら縫い繕うのだった。ある時、鶴が夕食を運んでゆくと、和江は障子のそばへすり寄って、針に糸を通そうとしていた。黄昏のことだし、老人の目には難しいらしく、なかなか糸は通らなかった。暗くなった光の中で、肩を縮め、目をしかめながら、懸命に針の穴を探っている小柄な痩せた老人の姿は、いかにも孤独で寂しいものだった。その時鶴は、和江がその年まで一度も結婚したことがなく、ずっと独身で通してきたということを思い出した。かつて養子を入れたこともあるが、数年のうちに離別してしまい、現在では後を継ぐべきものもないという。この方はいつもこのようにして、自分で縫い繕いまでなすってきたのだろうか。鶴は老人の孤独な姿に心を打たれた。それで静かにそばへ寄りながら、私がお通しいたしましょうと言い、和江の手から糸と針を取った。和江は苦笑しながら、この頃はくれるのが早いからとつぶやき声で、言い訳をするように言った。それは弱々しく、頼りなげな、言いようもなく頼りなげな調子だった。鶴の心にその時、懐剣があっただろうか。いな、彼女は、和江の寂しい孤独な姿を、哀れむ思いのほか、何者もなかったことを覚えている。これがあの冷酷と定評を取った人だろうか。鶴の心にはいつかそういう疑いが兆し始めた。20年にわたって反省を浪談し、死局を欲しいままにした人だろうか。しかしすぐその後から彼女は亡き父の死を思い出した。新道和江は亡き父が命を捨てて刺そうとした相手である。主家のために、岡崎領内の民たちのために、死を決して倒そうとした人間だということを。鶴は自分の部屋で幾度かそっと懐剣の鞘を払った。それは
亡き父の意志を果たそうとする己の心を確かめるためだった。母の魂のこもっているその刃の光の中に、紛れのない決意を固めようとしたのである。日が経つにつれて、鶴の目には苛立たしい、苦痛を訴えるような色が濃くなっていった。あるよ、激しく風が吹き荒れた。その明くる朝、食膳を運んで行くと、和江が縁側に立って庭を見ていた。昨夜の風できれいに葉が落ちてしまった。彼はそう言って向こうを指した。ご覧、あんなに枯れ木林になっている。あれは何という木か知っているか。どれでございましょうか。あの林になっている木だ。鶴は今だと思った。披露宴の端に立っている和江の姿勢は開け放しである。今ならさせる。そう思うと半ば夢中でそばへすり寄った。片手で懐剣を握りながら、あれは確か、と喉に絡んだような声で答えた。確か、クヌギだと存じますが。和江は不意に沈黙した。何か言おうとしたのを急にやめた感じだった。鶴は身がすくみ息が止まるように思った。こちらへ向けている老人の痩せた背中が言いようのない大きな圧力を持ってぐんぐんこちらへのしかかってくるようだった。鶴は手を下げ頭を垂れた。僧の膝頭が音を立てるかと思うほど震えていた。そうか。あれがクヌギか。和江はやがて静かな声でそうつぶやいた。木もよく見るし、クヌギという名も知っていながら、この木がクヌギだということは、この年になるまで知らずに過ごしてきた。この年になるまで。バカなことだ。終わりの一言は、自らあざけるような調子だった。それが鋭く鶴の印象に残った。季節が霜月に入ると、この屋敷へしばしば客が訪れるようになった。来るのは三人の決まった人物で、時刻は大抵暮れ方か夜である。人目を忍ぶように奥の前入り、何か密かに和江と語っては帰る。短い時間のこともあるが、明け方近くになる例も珍しくなかった。鶴はその中の一人に見覚えがあった。鈴木主馬といって目付役を務め、国元では俊敏の名の高い人である。他の二人も名はわからないが、それぞれ重い役についている人物だということは推察がついた。いよいよご吟味が始まるのだ。鶴はそう思った。彼らはおそらくその下調べに来るのだ。そして間もなくお裁きになるのだろうと。そうなればもう和江に近づく機会はなくなってしまう。鶴は後ろから追い立てられるような息苦しい落ち着かない時を過ごした。客たちのうち最も茂く来るのは鈴木主馬だった。和江と話してゆく時間も長く、そしてかなり声高になることがたびたびあった。そういう時、鶴は襖の際へすり寄って、よく彼らの話し声に耳を澄ました。どんなに声高になっても話の始終を聞き取れるわけではなかったが、切れ切れに響いてくる言葉を度重ねて聞くうちに、おぼろげながら事情がわかり出してきた。それは
驚くべきものだった。鶴の推察した通り、三人の客が来るのは吟味の下調べだった。しかし、その下調べの指図をするのは、実に、和江自身なのである。そんなことがあるはずはない。鶴は何度も自分で打ち消した。裁かれる当人が裁きの指図をする。そんな不法なことがあるはずはない。だが、事実は打ち消すことのできないものだった。ふすま越しに聞こえてくる言葉の端々は、明らかにその事実を示しているのだ。新藤和江は、まだ権力を握っているのだ。二年前に、藩主の剣持忠義が死し、右衛門大夫忠春が家督した。和江は、亡き主の庇護を失い、用人の職を解かれた。そして今は、藩政革新の第一着手として、累年非正の責めを問われ、裁きの座に据えられようとしている。しかもなお、彼は権力を握っているのだ。裁かれる身でありながら、その裁きの指図をするほど、彼の権力はまだ大きいのだ。この家で行われることは、見ても聞いてもならぬ。はじめの日に、劇はそう言った。目も耳も口もないつもりでおれ。鶴はそれを思い出した。つまり、劇もあらかじめ、この家で何が行われるか知っていたのである。新しい岡崎の中席とさえ言われる水野劇が、実は、新藤和江の不法な行いを助けていたのだ。鶴には何もかもわからなくなり、そのことの重大さに、ただ寒気立つような気持ちだった。下月半ばの、いてる夜のことだった。酔いのうちに水野劇が来、ほどなく鈴木主馬と他の二人が来た。この人々がここで顔を合わせるのはそれが初めてである。彼らは奥の間に集まり、何か書類を中心に打ち合わせを始めた。髪をくる音と、低いささやき声が起こり、その合間合間に鈴木主馬の興奮した声が聞こえた。私には承服できません、とか、これはあまりに過酷です、とか、こんな事実はありません、などという言葉が聞き取れた。十時になったとき、珍しく礼が鳴り、茶を入れてまいれ、と命ぜられた。鶴は茶花を運びながら、それとなくその座の様子を見た。客たちの前には、うず高い書類が取り広げてあった。それは、和江がこのうちへ来て以来、用費に次いで書き続けたあの記録らしかった。やっぱりそうだ。自分の部屋へ戻ると、鶴は怒りのために色を変えながらそうつぶやいた。書いていたのは自分を裁く調書だったのだ。あの調書をもとにしてお裁きが行われるのだ。午前一時の鐘を聞き、二時を聞いた。奥の間の人々は夜食も取らなかった。そしてもう間もなく三時だろうと思われる頃。いや、私は反対です。という鈴木主馬の高声が聞こえてきた。この度のご吟味は、藩政革新ということを明確にするのがご主意で、罪人を出すのが目的ではないと信じます。このような調書をもとにしてのお裁きは、できかねます。少なくとも、この主馬には、できません。
今になって弱いことを申す。和江の静かな声がそれに答えた。底元にできなくて誰にできるか。そんな弱音は聞きたくない。ことはもう決まっているのだ。しかし、ここまでやる必要があるでしょうか。ご老職に伺います。果たして、ここまでやる必要があるとお思いですか。声が途絶えた。シュメに問いかけられた水野劇は、なかなか返事をしなかった。しかし、やがて和江に向かって、こういうのが聞こえた。シュメの申すことはもっともだと思います。これでは、まるで自殺をするも同様ではございませんか。そうです。自殺です。シュメが追いかけるように言った。こなた様は、ご自分で、ご自分を殺そうとしておいでなさる。これは、お裁きではございません。いや、これが裁きだ。和江の声はやはり静かだった。新道和江を裁くには、ここまでやる必要があるのだ。彼を容赦してはならぬ。あらゆる構造を究明し、なしたことの隅々を徹底して、徹底的に断罪しなければならぬのだ。鶴にはこれらの言葉の意味がわからなかった。和江が自ら自分を彼と呼び、容赦してはならぬという。一体彼らは何を争っているのだろう。謎を聞くような気持ちで、鶴は知らず知らず、襖際へすり寄っていた。岡崎へご修法この方。ご政治向きでは、非常の手段を多く必要とした。和江はそのようにごを継いだ。何よりも、藩の基礎を確立することが先だった。家中の者にも、庶民にも、随分無理な、時には、過酷だと思う政治をさえ取った。それは必要だったのだ。藩祖が固まるまでは、どうしてもそういう時期を通過しなくてはならなかったのだ。自分は、冷酷な、情けを知らぬ人間だと言われた。先生、亡霊と罵られたが、おかげでかえって仕事はしよかった。そういう名がつけばつくだけ、無理が押せるし、責任を他の者に分担させる必要がなかったから。だが、もはや岡崎藩の基礎は確立した。領民にも耐え忍んでもらったものを返す時が来た。新しい政治が始まるのだ。そしてそれは新道和江の非正を余すところなく徹底することから始まるのだ。お言葉ではございますが、とシュメが声を励ましていった。藩祖確立のためにどうしてもなくてはならなかったご政治でしたら、それを非正として罰する法はないと思います。バカなことを申すな。和江の声がにわかに激しい力を帯びた。この場合、藩祖確立ということは一つの理由だ。極端に言えば、申し訳に過ぎない。それがいかに抜き差しならぬものだったにせよ、理由によって行われた政治の加護が許される道理はないのだ。しかし、果たしてこれが加護だったでしょうか。可憐中級は政治の最悪なるものだ。その一つだけでも責任の値は極めて大きい。これだけでも新道和江の罪は死に当たるだろう。
そしてこれは、はじめから覚悟していたことなのだ。今日あることは。そこで言葉が切れた。少し前から風が出たと見え、庭のクヌギ林がひょうひょうと枝を鳴らしている。それは夜の暗さと激しい歓喜を思わせ、聞く者の肌絵を泡立たせるような響きを持っていた。ただ、残念なことは、としばらくして風邪が続けた。家中から幾人か犠牲者を出したことだ。やむを得ないことだったが、中には惜しいもの、互いに心を打ち明けてみたいものも少なくなかった。これは老人の愚痴になるけれども、そういうものと心から語ることもできず、黙って死んでもらわなければならないという気持ちは、この気持ちだけはかなり耐え難いものだったよ。おそらく鈴木主務であろう、声を殺してむせび上げるのが聞こえてきた。それからさらにどのような会話が交わされたか、鶴にはもう聞くことはできなかった。和江の言葉から受けた感動はあまりに大きく、その異彩を理解するよりもまず打ちのめされた。父上様、お聞きになりましたか？鶴は懐の懐剣を取り出しながら心の中でそうつぶやいた。今こそ、父上様もご成仏遊ばしましょう。そして、今日まで鶴の心の弱かったことを、父上様のお導きだったと存じてもよろしいでしょうか。客たちは明ける前に帰った。朝になってみると、奥の間はすっかり片付いていた。104日の間、書き続けていた長所も、おびただしい資料の山もなく、机は明かり窓の下に押し付けてあった。朝食の後で、和江は広縁へ出て、足袋の穴をかがった。少し乱れている半ば灰色の髪、やつれの目立つ横顔、そして骨張った片背を丸くして、つくねんと古足袋をかがっている姿は、平凡無事に老いた姿勢の一老王としか見えない。だが、灰色になったあの髪の一筋一筋は、世間の怨嗟と誹謗を浴びながら、たゆまず屈せず戦ってきた証なのだ。鶴は廊下のこちらから、和江の姿を見やりながらそう思った。片背を丸くしたみすぼらしいあの体の中には、亡霊、完結とそしられることを恐れず、全く妙理を捨てて生きた大きな真実があるのだ。自分の父の死に方を忘れることのできない鶴には、それだけ深く、和江の生き方の厳しさがわかるように思えた。同じ道だったのだ。父上が死んだのも、この方の生きたのも、結局は奉公という同じ道だったのだ。鶴は静かに近寄っていった。私、お繕いいたしましょう。うん。和江は糸を引き締めながら目を上げた。もう済んだ。実際、もう穴はかがり終わっていた。和江はそれを吐き、ハサミや糸くずや針を手作りらしい小箱にしまった。鶴は、お片付け申しましょう、と言って、その箱の方へ手を差し出した。和江は渡そうとしながら
ふと思いついたように鶴の片手を握った。思いがけなかったし、突然のことでびっくりしたが、でも鶴はその手を引こうとはしなかった。和江はすぐに話した。女の手というものは、暖かいものだとばかり思っていたが、案外冷たいのだな。冷とうございましょうか。ただ冷たいのではないのだろうが、もっと暖かいものだと思っていた。それとも人によっても違うのか。女は体の冷たいものだと俗に申すようでございますけれど、ついそう言ってしまってから自分の言葉のぶしつけさに鶴は赤くなり、急いで小箱を片付けに立った。和江は庭の方へ向き直り、暖かい朝の日差しを浴びながら、黙ってクヌギの林を見守っていた。女の手にお触れなすったこともないのだ。鶴はそう考えると、和江の孤独な慰めのない心が切なくなるほど時間に思いやられて、自分にできることならどんなにしてでもいたわってやりたいという激しい欲求にそそられた。少し肩を重み申しましょう。そうか。風は微笑した。揉んでくれるか。不慣れではございますけれど。そう言って鶴は風の後ろへ寄り添い、静かに両手を肩へかけた。骨だった硬い肩で、綱を通したようにひどく凝っていた。その凝った筋に沿って、柔らかく揉みほぐしてゆくと、和江はさも心よさそうに目を閉じ、何度も大きく息をついた。わしはお前を知っている。しばらくして和江がそう言った。お前が誰の娘だかということも、懐から懐剣を離さないこともよく知っている。いや、そのまま揉んでいてくれ。いい心持ちだ。お前の父が死んだとき、中村宗兵衛にお前たち母子を頼んだのはわしだ。また今度もわし自身だ。それは、わしにとって惜しい人間だった、浜野新兵衛の意地が見たかったし、できることなら、責任を果たした上で、撃たれてやるつもりだったからだ。しかし、お前は今朝、懐剣を持っていないようではないか。鶴は、全身の震えを抑えることができなかった。それで崩れるようにそこへ手をついた。私、昨夜のお言葉をあちらでお聞き申しました。それで、和江は身動きもせずに言った。それで、死んだ父が承知すると思うか。はい、そう信じまして。そうか。ため息をつくように、そうか、と言い、やや長いこと沈黙したが、やがて和江は静かにうなずいた。これで、心の荷を一つ下ろした。一番重い荷の一つだった。おかげで少し肩が楽になったよ。泣けそうになるのをこらえながら、鶴は身を起こし、もう一度、和江の背に手を当てた。和江は黙って肩を任せたまま、しばらく庭のクヌギ林のあたりを見守っていた。花を咲かせた草も、実を結んだ木にも枯れて、一年の営みを終えた幹や枝は裸になり、ひっそりと
長い冬の眠りに入ろうとしている。自然の移り変わりの中でも、晩秋という季節の静かな美しさは格別だな。感慨深げな調子だった。鶴はそれを聞きながら、この方の生涯には花も咲かず、実も結ばなかった。そして、生還を楽しむべき余生さえない、ということを思った。今、晩秋を称えるその言葉の裏に、どのような思いが去来しているであろうか。